3、2、1。皆さん、こんにちは。FC 岐阜の武田忠です。松本拓也です。橋口拓也です。甲斐です。イロハ・ウサム・ヘンリーです。村田斗真です。はい、ということで、自負スタンプを作ってみた。前回は皆さんでスタンプを作ってみましたけれども、今回、クラブの方が一生懸命編集してくれて実際にスタンプができたようです。ですので今日はそのスタンプを使って実際に、インスタグラムにアップしてみたいと思います。それではじゃあ皆さんのスタンプどのように出来上がったのか実際に見てみましょう。おお、あ、出ました。はい、ということで僕はサンキュージャン、サンキュージャンというこのスタンプを、作りました。いい感じで名前というか文字も入ってます。これは相当大変な切り抜きだったと思いますけれどもありがとうございます。これ左には一応エアでマイクがあるんですけど、これみんな使ってくれそうにないですね。これね、だいぱ真顔なのがいいよね。やっぱこうヘラヘラしてやっちゃったら違うからね。でこれで一人で撮ってるときさ笑いながらできないでしょ。これこの間いや僕のはもうこれイメージ通りでもう素晴らしいのができました。ありがとうございます。はい、ということで2番目はじゃあ松本選手のスタンプを見てみましょうか。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。次使えるでしょ。これは顔が素晴らしいね。でこれ意外にどうか、みんな使えるんじゃないですか。これは使えます。使えます。はい、これはちなみに帽子は誰の帽子ですか。これ娘の帽子です。ちっちゃめですね。そう、ちっちゃめです。いやー、これもうまさにだってもう広報の方のもうこの編集にもう脱帽っすよ。なるほど、うまい。広報の方、大変喜んでおります、笑顔で。はい、じゃあ続きましては、箸のやつかな。あー、すごいいいね、いいね。これは素晴らしいね。これはもう賞賛の顔っすね、完全に。いいね、これ表情が物語ってる。スタンプの説明お願いします。これはですね、まあやっぱりなんだろうな、まあ、何でも、まあ、いいねとかそういう時でも使えると思うし、まあなんか自分のなんだろうな、何でもいいし、何でも使ってください。これは相当使いやすい。そしてもう一回。ああ、なるほど。なるほど。これありがとうでも、ありがとうでもごめんねでも使えるちょっとあれですね、ユーティリティさが。いい感じですね、素晴らしい。ありがとうございます。次は甲斐健太郎のスタンプを見ていただきたいと思います。はい、ちょっと笑ってるっす。あこれはですね、まああんま使い道ないんですけど、なんかまあ使い道ないっすね。いや、コメントに書くコメントじゃない、コメント。しかもこれ絶対この前のズームで撮った時と違う、もう一回撮り直してますね、これ。はい、あのズームで撮った時ちょっと笑いす、照れ笑いすぎてテイク2やらせていただきました。なるほど。じゃあ次は井岡治選手。はい、
お願いします。ヘンリーも2つあるのか。はい、そうですね。ヘンリーはあれだったよね、この前。なんかもう、ポーズ取るたびにそれももうあるやつだって言われてたからね。あるわ。あるわ。あるよ。これ、いいね。髪の毛すごいことになってる。これ切り抜くのすごい大変だったんじゃない？髪の毛。髪の毛しかね。一番大変でしたね。こうもなかったの。お手数かけました。これでも、ヘンリーなんかずるいな、なんかすごい使いやすそう。はい、あ、もうしっかり調べたんで、もうそこは使い勝手いいように、うん、はい、やってみました。ヘンリーじゃあもう一個のやつも見てみますか。はい、お願いします。おぉ、いいね。腹立つな。あんまなんか否定する系とかないかなと思ったんで、うんうん、ちょっと、はい、考えてこれやってみました。どっちにしろ髪の毛やべえ。顔の角度とか結構考えてるね、これ。これ結構こだわりました。なるほど。すごいなんか、黒い服で、服からなんか主張がないのももうスタンプ1個でバシッと使える感じですね。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、俺。はい、じゃあ最後に、村田選手のスタンプを。トーマは2つですね。おお、なるほど。トーマ、このスタンプはどういうスタンプですか？このスタンプは、まあ、リンクとか動画とかなんかストーリーに、まあ、これ見てくださいみたいな感じで、これ使ってくれたら多分使いやすいと思うんで。うん。バッチリですね、じゃあこれ。はい。はい、じゃあもう一個のやつは。かわいいな。かわいいな。いや、素晴らしいね、これ。これもバッチリですか、トーマ。なんかいい投稿があるときにこれのスタンプだけ使えますね。はい、使ってください、ぜひ。はい、ということでみんなのスタンプ見ましたけど、結構かぶらないでいろんなときに使えるやつができたと思うので、回いいね、これね。いいっすね。また第2回やりたいっすね。第2回確かにこれ。俺、ちょっと不完全燃焼なんですよね。あ、納得いってない。いや、なんか後になっていいの浮かんでくるみたいな。ああ、一回やってみてね。そう。だから今やればもうマジで使えそうなやつ、バンバン出てくるっす。じゃあそれ用に1個いい？うん、例えばどんなのが出るか。どんな。早くダメです。まあ、すみません、今ちょっと赤ちゃん寝てるんで。はい、あんま大きい声出せないですね。はい、出せ。これじゃあ僕たちの会話もちょっと小さめの声でやりますか。いや、でも多分サポーターの、ファンサポーターの皆さんもすごい、あの、いろんな時に使っていただけると思うので、すごくいい企画だと思うのでね、これよかったらまた第2回で、まあ収録しなくてもスタンプだけ作ってもらったりとか、切り抜きが違うメンバーでも言われるかもしれませんけどね。じゃあそういった意味でまず僕たち選手がこれを使って投稿してみますか、実際に。はい。じゃあ皆さん、はい、インスタグラムを、アカウント持ってると思いますけれども、皆さんそれで実際に自分のスタンプを投稿してみましょう。ということで、投稿をするときに投稿の仕方なんですけど、ストーリーで、検索するところがあるんですけど、スタンプを。そこに、まあ、ローマ字で FC ギフ、FC GIFU と入れるか、各選手の名前を漢字で入れていただくと、出てくることになっています。はい、ということで武田忠出てきました。サンキューじゃん。あ、これ個人の名前でも出るんですか？そうそう、個人の名前でも
イオハ選手の場合は何て入れれば出てくるんですか、本当の名前ですか、それともヘンリーだけ出てくるんですか。あの全部本当なんですけど、名前は。はい。なんですかね、フルネームでイオハから。そう、ヘンリーってやったら出てくるのかな。あ、ヘンリー検索しても出てこないの。出てこないですね。違うヘンリーがめっちゃ出てくるわ。違うヘンリーって誰だ。いや、調べたらわかるっすよ。違うヘンリーめっちゃ出てくる。本当だ。イオハリヘンリーだよね。イオ。まあ、あの、そうですね。ヘンリー界ではめっちゃ下ってことでしょ、ヘンリー。お、そういうことっすね。イオハもさ、ヘンリーやっても出てこないんだけど。ヘンリー出てこないですね。すみません。なんで FC ギフでヘンリーは。はい。公式でお願いします。ちょっとこんな感じで、僕は、金華さんからのギフの街並みのところでやってみて、スタジアムをトーマが指さしてる感じにしました。ちょっとちっちゃい。オッケー。はい。じゃあ皆さん、スタンプを使って実際にストーリー上げてみたいということで作れましたか？はい。はい。じゃあ皆さん画面にどのようなものを作ったのか見せましょう。せーの。おー、ヘンリーいい写真使うね。あれでだ。登山の時ですね。これ 何さんだっけ、それ、ヘンリー。ドドガミネでしたっけ。ね、読めないやつね、あの漢字。そうです、ね。箸ちょっと見えないんだけど、これ、光で。あ、マジか。これ、まあ、写真がなかったんで、キャンプ中の朝散歩したときに撮った。ああ、海？はい。ってことね。見えないな。きれい、きれい。はい。トーマは、自分の名前とね、FC岐阜。松は脱帽いいですね。じゃあ、実際にじゃあ、これストーリーアップしてみましょう。いきまーす。はい。はい、行きました。OK です。これ皆さん、FC岐阜の僕たちをフォローしてくれているサポーターは一気に俺らのやつがアップされるんで、どうしたことかと思うことでしょうけれども。ね、ぜひじゃあこのスタンプをいろんな人に使っていただきたいと思います。ということで、ジフスタンプを作ってみた、これで完成です。お疲れ様です。イエーイ。じゃあこれが好評であればまた第2回があると思うので、まずその拍手スタンプ、それはい。はい、じゃあ皆さん、ぜひこのスタンプを使ってください。それではまた、バイバーイ。